株ブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい。それではまず、日経。はい。今日日経179円下げましたね。はい。でね、前日のダウがまあ続落ということでね、68ドル安だったんですよね。終盤に陸売りということで、まあニューヨークもね、あの連日最高値を更新していましたから、 まあ逆にね、抑えるのはしょうがないというところだと思いますけどもね、はいで日経はですね6日ぶりに反落なんですよね、買い材料が尽きるというふうに書いてますけども、まあこのチャート見ればね本当に分かる通りまあここのところね、ガンガンガンとね、上げてましたからね、日経ね、激しくね、どーんとね、上げましたからね。まあだからね週末っていうこともあ まあちょっとね、リっくイされたっていうことぐらいだと思いますけども、まあでもね、昨日の要戦の、ね、中にまだいるんですよね。はい、ということでね、全然下げたチャートにはなってないんですけども、まあそれでもね、いつどーんとね、急落するかはわからないのでね、はい、まあそういう時でもね、対応できるようにね、はい、考えながらやっていきたいと思いますけどもね。ははい、で、でただですね、マザーズの方は 今日ちょい上げしてくれたんですよね。うん。まあ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 よかったですね。日経下げたけど、マザーズが上げるっていうね。まあまあいいパターンですよね。はい。ただ、75日線の下にまだちょっといるので、これをね、なんとか頑張ってね、75日線の上にね、ひょいというね、なんとか出てきてほしいんですけどもね。はい。頑張ってください、マザーズ。はい。以上、試合関連でした。はい。続いて、毎日見ているテーマ別の巣ごもりリモート関連と旅行関連の比較ですけども、はい。 でね巣ごもりの方がまあ半分ぐらいちょっと上げたんですけども、旅行関連のほうが、ね、圧倒的に上げてるんですよね、数年はね。はい、うん、で、旅行関連はなんでまあ、最近上げてるのかっていうと、多分ねあの一気にまあドンと上げあ、下げすぎたので、それを戻してるだけの感じなんですよね、チャートとか見てもね。はいということでね、まあ。 まだまだね、非常事態宣言続いてるし、地域も拡大してるんですけども、旅行関連がね、まあ先取りしてあげてるというような形ですよね。はい。以上、スゴもり関連と旅行関連の比較でした。はい。続いて、次のテーマですけども、はい。毎日見てる、まず水素関連なんですけども、今日はね、そんなこの水素関連に資金がね、来ているような感じではなかったですね。はい。で、まあ、特にね、この見合い入りバルブですけども、 二日連続でね、割とこう下げているんですよね。うん。で、まあ、これでね、まあ、終わりっていうわけでもないと思うので、で、まあ、このね、ただ、線を引いてみると、この下根がね、ちょうどこう斜めで揃ってるので、そろそろね、あの、NG を描いてっていうかね、こう、ぴょんぴょんとね、<laughs> いう感じで、と来週ね、少しまた上げてくるかなっていうね、ちょっと見てますけどもね、どうですかね。はい、頑張ってください。 以上水素関連でした、はい、続いて EV 関連なんですけども、はい、今日は、ね、EV 関連も、ね、そんなに、ね、ちょっと資金が、ね、来ている感じにはなっていなかったですけどもね、はいでまあ、毎日見ているこのダイヤエレクですけども、はい、で3日連続で、ね、ちょっと下げてしまいましたね。 うん、でこんあの、ね、ここ2日連続で、ね、どんどんどんって上げたんですけども、うん、っと3日連続で、ね、また下げてきてしまいました。はい、で、ただね、この4日前の溶、ね、線、大きい陽線の下値のところで、ね、ちょうどとどまったんですよね。はい、ということで、ね、ここでまたリバってくれるのか、まあ、リバらなければ、ね、その下の前の日の、ね、上値のところまで、まあたりで、ね、リバるかという感じだと思いますけどもね。はい

で、特にね、イメージワン、これストップダッまでね、買われたんですよね。はい。うん。で、このところね、ずーっとこう下げていたんですね。3日連続く下げていたので、まあ、上げやすかったっていうのもあると思うし、あとはね、ちょっとしたこう、うん、材料的なものが出たのでね、それは新ネタの方でね、話をします。はい。あとね、新鋭もね、えっと、今日リバッたんですよね。はい。うん。まあ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 、頑張りましたね。あと、それから富士世紀もね、久しぶりに10%上げたと。 いうようなこともあって、あと言っていた参考産業ですね、昨日このチャートでね、あのそうそうね、ここの発射台を作ったようにね見えるけども、ここ頭出るのか出ないのかって話をしましたが、はいまあ見事にねこの発射台をという感じになってね、ドンと上げましたね、はいおめでとうございます。ただね、ちょっとこれ、あのーまあのま浮気をつけてね下げてしまったんですけども、はい まあ、朝はね、あの、結構、割と景気よくドーンって上げたんですよね。まあ、それでもちょっとかなり売られてはしまいましたけども、でもそれでもね7、7%上げたということになりましたね。はい。まあまあ、よかったんじゃないですかね。はい。おめでとうございます。はい。以上、新型コロナ関連でした。はい。続いて、5G で毎日見ていて、このリバエレクですけども、はい。で、リバエレクね、今日4%をね、戻しましたね。上げましたね。はい。おめでとうございます。 でね、あの、リバリックも2日連続でこう上げたんですけども、で、昨日ね、ちょっと大きい陰線をね引いてしまったんですが、この大きい陰線の中でね、上あの前後で陽線で挟むっていう、ね、形にね、今なってますよね。はい。まあ、なのでね、この、この間のね、上値のところまでね、なんとか戻ってくれればね、この、と、直近高いのね、線 1,800円,円ぐらい ?1,800 円から1,900円ぐらいか。まあこの辺りぐらいまでね、なんとか戻せるんじゃないかと思いますけどもね。はい。まあ透明の目ではね、この1,700円を超えれるかどうかですね。はい。頑張ってください。以上、5G 関連でした。はい。続いてですね、えっと、グリーンエネルギー関連なんですけども、えっと、今日はね、あのまず王者レノバ様がですね、 まあ、ついにね、あのー、いつ来るかって言っていた、まあ、まあ、まあのね、最近にしては大きいよ、あの、陰性を引きましたね、7%近くね、下げましたね。はい。まあね、ちょっとさすがにね、このチャート見てね、あのー、どっかでね、大陰線来るんじゃないかっていう話はしてましたけども、まあ、でもね、まだ7%弱下げただけなので、うん、まあ、これで終わりっていうようなチャートでもないんですけどもね、まあ、ただね、ちょっとこの、 グリーンエネルギー関連の、まあ、発電関連、特に、まあ、その辺がね、今後どうなるかっていうところなんですけどもね、あの、1月20日に、ね、バイデンさんの就任式がありますよね。うん。まあ、なので、 一旦ねちょっとそこの手前っていう、ちょうどね、週末で、あの売りが出やすかったと思うんですよね。一旦の材料出尽くし感っていうのがね、まあどうしてもあったと思うんですよね。なので、1月20日のねバイデンさんの就任式を境にね、じゃあこれからね、どっちがいどっちに行くのっていうのがね、まあ非常にね、ちょっと気になるところなんですよね。うん まあそこでねだからまたねこうバイデンさんが何かすごい政策を言って上がってくるのか、それとも、ねまあ、まあ今まで通りと同じようなことを言えば、まあちょっと出尽くしてねもう下げてくるっていうこともね十分考えられるのでね、ねはいなのでちょっとグリーンエネルギーはねあのバイデンさんの動向ね非常に気になるということですね。はい それからね、あと今日 n チェンがね、久しぶりに、ね、ストップとかできたんですよね。はい、おめでとうございます。うん。で、まあね、一応これはね、あの、理由らしきものを考えるとすると、最近、あの、電力がね、あの、需要が結構すごくて、で、供給がね、追いついてないんですよね。あの、で、 なんか LP ガス、a p g があのパナマ運河が渋滞していて、あのなかなか到着しないっていうね、<laughs> まあそういう事情もあり、そして寒波が来て寒いっていうのもあって、ですねあの電力がまあ足りないっていうようなことがあって、まあそれでね、あの電力の比較のサイトをやっているまあエネチェンがねま枯、あ、れたということだと思うんですよね。はいああののののの電力のねあの契約のオプションとしてその 電力がたくさん供給されているときは安いんだけども、あの電力が、ね、足りないときは高くなるっていうような、ね、契約の、ね、やり方をしているような、まあ、やり方もあるらしくてですね、まあ、そういうところの、まあ、契約の人はですね、あのサイトで比較して、 それで、まあ、あの、安い方にね、シフトしたいんじゃないかというようなことで、まあ、N チェーンの比較サイトがね、あの、使われるんじゃないかというような思惑で、まあ、買われたということみたいですね。はい。うん。まあ、N チェンね、久しぶりに頑張りましたね。はい。続いて、NPC ですけども、はい。まあ、NPC も今日は5%近く、まあ、買われましたね。はい。うん。 ままあまあ良かったんですうね、昨日ねあの大陰線を引いてしまったんですけどもね、ストップダッカーまで変われたんですけども、そこからね、ドンとこう落とされる形になりましたが、まあ、それでも今日はね、またこの大陰線を挟んで、まあ陽線2つでね引けているということなんでね、まあ、まああこれもね、バイデンさん次第でどっちに行くかですからね、はい注目していきたいと思います。はい ただですね、エバランスが、えっとですね、8%下げたということになりましたね。はい。まあ、これは、レールバーに引きずられて感じに、まあ、見えますけども、まあ、ただね、こチャートはね、崩れてないと思うんですよ。あの、はい。なので、と、またね、復活の面はね、十分にあると思いますけども、まあ、これもね、さっき言った通りのバイデンさん次第ということだと思いますけどもね。はい。注目していきたいと思います。以上、グリーンエネルギー関連でした。はい。続いて、 IPO ですね。直近12月の IPO ですけども、はい。さっき言ったね、N チェーはね、さっきの通りなんですけども、バルミューダがですね、なんとびっくり、新高値更新をしたんですよね。しかもね、ストップ高で引けたんですね、これね、きっと。うん。いやいや、すごいですね。ストップ高で引てますね、はい。いやー、すごいですね。これ、これ、な何すかっていうとこで、ああ、だ <laughs> うーんまあ見事にね、こう NG をガンガンガンって描いて、ちょんちょんちょんってなってね、それでドーンって上げてきたっていうね。<laughs> まあ今の,あの話し方、なんかかつの長島茂雄さんのね、あのパッて打ってドーンと打つんだよみたいなね、そういう言い方ですけど <laughs> と、まあね、すごいですね。これ、誰が買ってんのかね、本当にちょっと聞きたいですけども、はい。どういう思惑でね、誰が買ってんすかね、これね。バリミューだね。はい。まあ、おしゃれ家電ですけどもね。うん。はい、すごいですね。それからですね、あと、オンデックもですね、ソップダカだったんですよね。今日ね、よらずのソップダカでしたね。はい、おめでとうございます。これはね、高計算が出たんですよね。はい。 うん、ということもね、後押ししたのかもしれないですけどもね、はい、IPO 全体にね、いい感じになったのは、まあ、これもあるのかなと思いますけども、あと日経がね、ちょっと落ちたということでね、また IPO に資金が向かったっていうところはね、あるかもしれませんね。はい。で、それですね、あと、まあ、昨日やって、言っていたヤプリですけども、はい、ヤプリね、昨日この形がね、割といい感じじゃないかっていう話をしましたけども、はい、今日は IPO に資金が向かったっていうこともあってか、今日ね、上げましたね。はい、2%ね。はい、おめでとうございます。 それから、あと毎日見ているですね、まずこのカッコなんですけども、はい、カッコはね、ほんのちょっと上げましたね、0.3%上げましたね。はい。で、カッコなんで毎日見ているかというと、ここのあたりがね、底なのかどうかっていうことなんですよね。はい。で前回の底はね、ここだったんですけども、そこから下がってしまったんですが、今日はね、ちょっと上げたということで、ここでね、果たして横横になるかどうかなんですよね、このボックスでね。はい。で、このボックスで横横になって、まあ、出来高な、がある程度、 あればね、ちょいと、またこう、上に上がっていくかなと思って見てますけどもね。はい。今後どうなるかね、見ていきたいと思います。はい。頑張ってください。続いて、毎日またこれを見ている改善なんですけども、改善くんね、今日、また下げちゃいましたね。1%ですけどもね。はい。うん。まあ、陽線だったらね、それでもまあいいかと思いますけども。でね、改善くん毎日なんで見ているかっていうと、公募格がね、1.5倍にタッチしてね、ドーンと落とされたんですよね。VC の売りが出てね、ドーとダウンと多分落とされてしまって。 えー、ということでね、1.5倍がここなんですけども、そこにもね、今全然遠いところにいるということで、一体いつになったらね、戻れるんですかっていうね、ということをね、毎日見てるんですよね、はい。ということでね、ちょっとこの動きがね、とても気になるのでね、はい、見ています。はい。以上 IPO 関連ででしたはい、はい、ここで新ネタにに行く前にカブカブパラダイスより お知らせがあります。はい。カブカブパラダイスは開始4ヶ月間で1万人の登録者を達成いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。そして、これを機に成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。皆さんと共に成長していくためのプログラムです。こちらのカブカブパラダイス特別編重大発表の 動画をご覧ください。詳しくは。はい。皆さん、一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。続いて、えっと、新ネタのコーナーですね。はい。新ネタ。まずですね、リンクユーなんですけども、はい。リンクユーはね、最近、この、大底みたいなね、チャートでね、今、横横のモードにまあ入っているんですけどもね、そこねをかってる感じなんですけども、はい。で、OB キャノン IR が出て、はい。 で、これですね、k a d o との業務提携に関するお知らせというのがね、出たんですよね。はい。まあまあ、良かったんじゃないですかね。うん。でね、リンクユーといえばね、この電子書籍とかね、動画配信とかっていうことをね、まあやってるんですけども、それで k a d o とね、うまく組むというのがね、出たんでね、はい。まあまあ、良い,いネタだと思いますけどもね、リンクユーね、これからまあ頑張ってほしいと思います。はい。 それからですね、あとはね、カイオムなんですけども、今日ね、ストップだから引きましたね。はい。うん。おめでとうございます。でね、カイオムは IR が出て、ガン治療の抗体に関するライセンス契約締結のお知らせっていうのがね、出たんですよね。はい。で、これはね、とヘンリィウスっていうんですかね、この会社、中国の会社で、とまず契約金、一時金として1億円と。 で、まあ、うまくいったら、ロイヤリティ全部で127億円受け取りますっていうようなね、仕組みの、まあ、傾向を結びましたっていうことですよね。はい。うん。まあまあ、いい話ですよね、これね。はい。ということで、今日ストップ高はね、強烈に買われてね、あの、強烈に張り付いてね、終わりましたからね。はい。おめでとうございます。で、まあ、ただね、あの、まあ、バイオにありがちな、この増資中なんですよね。はい。で、増資がまだね、あの、78万株。 以上残ってますからね。なので、まあ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 ね、あのー、そんなに焦らずにね、あの、やっていければいいと思いますけどもね。まあ、この辺がね、あの、ちょこちょこ降ってくると思いますんでね。はい。まあ、気をつけながらね、やっていただければと思います。はい。それからですね、あとね、あとミボックスなんですけど、ミボックス。はいで。今日ね、ストップだから弾けましたね。はい。おめでとうございます。で、ミボックスはね、昨日のおびけ顔にね、あやいが出ていて、これですね、はい。 で国内初パワー半導体の飛躍的な生産性向上を促す血管特定装置を開発というのが、ね、出たんですよね。はい。それでね、明大とかと、ね、共同研究っていうふうに書かれていて、ネドウの、ね、工房、官民による若手研究者発掘支援事業に採択されましたという、ね、ネタなんですよね。はいで、ね。これらのシステムは半導体基盤やパワーデバイスの飛躍的な生産性向上に寄与しと。 うん、ということでね、これを使うと、まあ、とにかくね、ブドもりが良くなるらしいというようなことが書いてあるんですよね、はい。で、それで将来的に日本のパワー半導体製造の標準装備になることが期待されますと、まあ、いうようなことが書いてあって、まあねあの、時価総額がね、57億円しかないんですよね、今ね。はい、まあ、それで強くね、買われたということになってますね。はい、ミボックス、いいんじゃないですかね。で、まあ、それの背景としてはね、 こういうことがあるんですよね。皆さんご存知かと思いますけれどもの、まあこのね、台湾の半導体の会社、でこれがですねと、前期の売上高がね、純利益とも、ね、最高だったんですよね。で、2.9兆円の設備投資をしますというようなことをね、言ってるんですよね。で、これが1月15日のね、あの日経の記事ですからね。まあすごくね、旬な話題がね、出てきたんですよね。はい、ミポックスからね。はい。 ということで、うん。で、今ね、なんでそんな半導体がっていう話は、このリモートとね、巣ごもり、はい。まあ、それの需要だというようなことがあって、半導体がね、今すごくね、あの足んない話になってるんですよね。うん。ということで、まあ、非常にね、今注目されているということになってますね。はい。ミポックス、よかったんじゃないですかね。はい。おめでとうございます。うん。それからですね、あと、イメージワンなんですけども、はい。でね、イメージワン。 これままででストップだけできましたねははいいいおめでとうございます、はい、でイメージワンのネタですけども、はいまあねニュースでこういうのが出てるんですよね、今ね、ねドライブスルー方式の PCR センター、はいこれがねととっても混んでいますというような話が出てるんですね、まあ、これは福山市の話ですけども、と6日以降は1日当たり検査数が200から300人台で想定を超すニーズが続いていると。 いうようなニュースが、まあ1月14日の、まあ午前中に、ね、出ていたんですけども、はい。で、まあこれとね、イメージワンがどういう関係があるんだっていう話ですけども、で、イメージワンはと1、12月のね、17日に、このドライブスルー方式による新型コロナウイルスの PCR 検査のシステム開発に関する施設というのをね、出していたんですよね。はい。うん、ということでね、じゃあこの福山市の とはねイメージワンなのかって言われるとまあそういうわけ どうかかかははねああののりませんん <laughs> 僕も確かめていいないんであの違うのかもしれないしっていうことで、まあ違うんでしょうけどもって、まあちょっとわかりません。あの何も確認していないので、まあこれがだからイメージワンだっていう話にはね、あの直接にはなっていないんですけども、そそ,そういう認識で多分いいんだとは思うんですけどもね、まあ、ただねあの、ドライブスルー方式の新型コロナの PCR 検査のシステム、はい、これにとにかくね、まあ、需要があるっていうことがね、今はっきりしているので、まあ、イメージ がねねね買われてていいいいるっていう、ね、状況だと思いますけども、ね、はい、以上、新ネタのコーナーでした。はい続いて、1月15日の注目と言っていた中でですね、はいでウォンテッド・リーなんですけども、はい 今日ね、ストップだけで引きましたね。はい。おめでとうございます。まあ、これはね、あの、決算がすごく良かったんでね。はい、うん。いいんじゃないですかね。はい。おめでとうございます。これ、だからね、チャート見るとね、このすごい底根県からね、復活してきたんですよね。うん。いいんじゃないですかね。これね。はい。頑張ってください。上のね、しこりをね、なんとかね、どんどんどんってね、こなしながらね、上がっていければいいなと思いますけどもね。はい。よかったと思います。はい。それから、あとですね、この、 話をしていたケイブですけども、今日はね、ストップ安でね、引けてしまいましたね。残念ながらね。はい。で、これは昨日ね、ちょっと詳しく話をしましたけども、うん、あの、予定されていたね、ライブ配信のね、話がね、と内容がね、うん。いだったんですよね。ということでね。<laughs> まあ、それ以外にもね、あるのかもしれないですよ。知れないですけども、決算のね、資料にはね、ちょっとそれ以外にことが書いてなかったんでね。はい。なので、まあ、期待していたもの、 とはね、ちょっと違ったのかなっていうようなことでね、あの残念ながらね、売られてしまったんですけどもね、はい。まあでもね、月曜きってね、寄ると思うんでね、寄ったらね、結構ね、勢いで、ね、意外とね、買われたりするので、はい。うん。まああんまりね、安売りしても、ね、しょうがないんじゃないかなと思いますけどもね、はい。あの、まだね、有名な人のね、ゲームアプリのね、あの、思惑っていうかね、その話はちゃんとね、資料にも明記されていて、まだその案件はね、残っているし、それからね、ライブ配信の方もね、あの、ひょっとしてね、あの、 この占い以外にもね、まだあってっていうこともね、あるかもしれないので、はい。ということでね、たぶおそらくね、月曜よったらね、そこそこね、あのー、売りをこなした後にね、こう上がってきそうなね、なんとなくそんなね、気がしますけどもね。はい。ということで、はい。以上、1月19日の注目でした。はい。続いて、1月18日の注目。はい。カイオム、ミポックス。 イメージ1、NPC、リィヴァイレク、ドーン、カッミッソ、リンクユー、カイダイヤ、エヴァランス、ケイブ。はい、このように中心に見ていきたいなと思ってます。はい はい。それではここで、株ブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 はい、それではチャンネル登録よろしまたお会いしましょう。じゃあねバイバーイ。